さあ、今週も新キャラ追加されたんで、早速使っていこうと思います。チャイナ、総合力86、パワーハウス系で今んとこベスフェニと同じ数値だね。もうちょっと上がってもいいのかなと思ったんだけどね、86ちょっと低いなっていうところで、まあそれでもオンライン戦潜っていこうと思います。なんかこうやって見ると、なんかサスケのヒバリさんに見えなくもないっていうか、完全にヒバリさんだろ。でね、能力がね、カリスマの釣りがしょぼくれてて、ちょっと寂しいんだよね。俺、ここら辺が充実してる選手を結構評価したいなっていう。あと、攻撃のツリーとかもね。投げ技がレベル5。なんで、まあ、投げ技中心かな。スペシャル投げ技の方も一応持ってると。一応そういったパークを持っていますと。で、充実しているプラン何かっていうと、防御面ですね。まず、そもそもパワーハウス系って体力バカなんで、それでいて体力の最大値レベル5とか。あと、全部一応持ってるからね。一応全部持ってるんで、とにかく打たれ強いっていう選手です。なんで、まあいろいろ投げつつ、相手の攻撃も受けつつ、それで火取りを貯めつつ、なんとかこう、チクチク相手をぶっ倒していこうみたいな。そういう感じのキャラだね。じゃあ早速潜っていこう、オンラインに。ちょっと待って、今日めっちゃ早いマッチング。めっちゃ早い、今日。人がいる。ちょっと嬉しい。じゃあ早速使うか。あ、向こうブリスチアンじゃなかった。俺、総合力80、なんか今一瞬アピールしたな。今一瞬アピールしてきたな、向こう。俺、チャイナの 2P コース持ってるんですけど、みたいな。ちょっと今、どやったな、一瞬。向こうが何のキャラ使ってくるか、めっちゃ見せてくるじゃん、いろんなユニフォーム。向こうやり込んでるんじゃないの？いろんなユニフォーム買ってるよ、これ。俺に見せびらかしてんじゃん、これ。2P のカラーのやつ全部持ってます、みたいな。全部見せるつもりじゃないの、俺に。あ、まさかのベスペニ86対86？これ。向こう空気読んでない？これ。空気読んでないわ。これ空気読んでないぞ。これ全部持ってますっていうのを俺にアピール。なんだこいつ、こいつ何者だ？ いいから早くキャラを決めろ。いろんなコスチューム持ってますじゃないんだよ。あ、ベスペニか。あ、すごい。空気を読んでくれている人がいる。ブラックウォーター760。俺が86の選手選んだから、86のキャラクター選んでくれてるけど、よし、来た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 。すごい。空気読めてる人だ。さあ、開幕どうするかなんだよね、まずは。何をするかなんだよね。あ、やばい。最初に開幕、まず、俺が読み合い負けました。あー、向こう楽しそうだな、これ。よし、じゃあ、とりあえず。いっぱい、あ、くそ。あ、向こうやり、分かってるな。向こう分かってるな、これは。あ、でも、リング外に上がったんなら、あ、出たんなら、まあ、そんなに悪くないか。じゃあ、ピッていこうか。お互いに。さあ、ゲージを貯めていく作業、入ります。で、これで、そうだね、そろそろ上がった方がいいか。あ、待って待って、これ上がれねえな。これ上がれねえな、どうしようか。よし、あ、くそ。なんか、ラグいんだけど。今の俺の攻撃当たんないっておかしくないか。あ、でも使ってくれた。まあ、これはガーフです。この技はガーフです。じゃあ、とりあえず相手にゲージ使ってもらいたいんで。あ、使ってる使ってる。まあ、こっちはね、体力めちゃくちゃあるんで。向こうすごいな、スタミナゲージ使いまくる技ガンガン使ってくるな。あ、それでスタミナ、俺のスタミナもあれか、減らそうっていう作戦か。めちゃくちゃやり込んでる、向こう。絶対向こうやり込んでる、これは。一回普通に投げる。普通の投げ、あ、向こうカウンター使いまくるね。あ、これは、手応え、歯応えのある人が来ましたよ、これ。さあ、カウンター使うかな。お、全部使った。全部使い込んだ。すごいすごいすごい。さあ、こっからどうする。さあ、俺もカウンター使いましょうか。で、どうしよっかな。一旦、じゃあ、スペデリ俺も使うか。これがね、めちゃくちゃスタミナ減るんすよ。スタミナじゃねえや。ヒートゲージ溜まるんすよ。ドボン。あ、そんな溜まんねえや。あ、このキャラだから溜まんないのかな。なんか攻撃がさ、当たらないんだけど。なんかラグいな、これ。相手の攻撃がなんかラグくて当たらないんだけど。ちょっと困ったな、これ。相手とのなんか距離感がつかめない。よし。じゃ、一回投げて、カウンター使わないか。じゃあ、一旦これで超技。なんで今使えないの？
やっぱこれラグくない？ちょっとこれ、向こう。なんかやってない？これ、ラグスイッチみたいの。疑うよ、ちょっとこれはさすがに。これさすがに疑うわ。おかしいもん。まずは相手を疑っていくところから始まります、これ。俺は。相手あれだな、通常攻撃ガード、できるやん。しっかりできるやん。なんでもできるな。あ、パンツ見えた。パンツ見えた。え、なんでさ、俺が有利なはずなのに、ガードほどけちゃうんだろう。向こうが有利取れちゃうんだろう、これ。おかしいな。なんかいろいろおかしいな。これラグっていうことで、一言で説明つくのかな、これ。そういう感じ？これ。起き上がんのすっげえ早いんだけど、向こう。どんだけ？どんだけ今の？あ、やばい。これはゲージ奪われる。これはもうでも使わざるを得ないな。いや、でも困ったな。これどうしようか。これはもうゲージ貯めていくしかないか。これはもうしょうがないわ。これに関して言うと。お互いにゲージを貯める作業に入っています。どうしようか。まあ、とりあえず、相手のゲージ溜まりました。からの、まず殴る。なんでだ。俺の時は、パンチでさ、相手よ、避けれたのに、こっちだと避けれないんだけど。なんでだろうな。で、起き上がるのすっげえ早いな、向こう。待って、これは逃げる。よし、来た。あ、壊れた。めんどくせえ。めんどくせえことが起きた。これはちょっとだるくなってきたな。いろいろ。いろいろな面でだるい。でもいい試合してる。いい試合してる。俺こんなに殴られてんのにさ、だって見て、この体力差。結構俺ボコボコにやられてるはずじゃん。なのに、俺全然向こうより体力勝ってるからね、これ。これがチャイナの防御力ですわ。なんでさ、これ向こう勝てるの？俺の時は負けんのに。これマジで不思議なんだけど。めっちゃ連打してんのに。ラグの一言で片付けていい？これ。じゃあ投げます。投げます。一回。はい。ドン。ここでちょっとサブミッションかけてみっか。一回。連打連打連打。めっちゃ、向こうすごい。連打がすごいんだけど、向こう。どんだけ押し込んでんの？ボタンを。コントローラー壊れるぞ。じゃあここでピンホール。いけるか。どうだ？お前の連打見せろ。あ、もう連打しない。諦めてる。すごくない？やっぱチャイナ。体力バカだって同じパワーハウス系なのに、で、俺の方がボコられてるはずなのに、体力俺が勝ってるからね。めちゃくちゃだと思うんだけど、結構。さすが防御系パワータイプ。どんだけ殴られても、全然ビクともしません。さあ、マッチングしました。またお前か。またお前か。この世の中に俺とお前しか、ちょっと待って。向こうガチギレして92のベッキーリンチ使ってきたよ。これ俺負ける可能性非常に高いです。これに関して言うと。マジで。単純に総合力で言うと、てか総合力のゲームなんでこれ。やばい。これはちょっと心してかからないとダメだ。やばい。向こうのボタンの連打いかれてるからな。わ、くそ。押したんだけどな。くそ、ダメか。ダッシュ対策の剪定キック。ほら。で、一回投げる。もう序盤に投げた方が勝つんだよな、このゲームでも大概。よし、来た。スパデリ。これが強い。これ、魔人コ強い。ほら。やろう！ゲージ貯めていくんじゃ、ボケをね、やろう。ほら。あ、くそ。ナイス、ナイスタックル。一回後ろに下がってからのね。しっかりカウンターはしていこうか。で、投げ投げ投げ。なんでお前が勝つんだ。わけわかんねえんだけど、マジで。ほら。よし。あ、カウンター使った。スペシャル投げ技すると観客が、あれか。ヒートゲージ溜まってくれるのか。じゃあ使うか。スペデリ。おら。第2回目。バチコ。スイ。今のうちの相手の体力減らさないと。今、おっぱい触ったね。ちゃっかり今、おっぱい。起き上がるスピード早いんだけど、向こう。
どうだ、来た。ごちゃごちゃを演出するっていう。あ、リカウンター使ってきた。ふざけんじゃねえの。ふざけんなの野郎。何がサブミッションだお前。バカ野郎、お前俺は勝つぞお前この野郎。3人に勝てるわけないだろ。向こうちょっとさ、連打いかれてない？鬼いかれなんだけど。でも今、あれだね、カウンター使い込みすぎてるからヒートゲージが足りてませんね。え、一緒。ちょっとこれはもう早めに、なんとか切り上げたい。よし。投げ連打来た！で、これ、あ、で、超技、超技、超技！なんで間に合わないの？超技が今。悔しい。俺も連打しなきゃいけないのか、もっと。向こう攻撃のガードしてこないな。あんまり。それは苦手なのか。この投げのカウンターは得意っぽいけど。そろそろスキル使ってくるんだろうな。まあ、だろうな。これは俺も使わざるを得ない。で、俺も返しの、はい、ドレイン。ヒートゲージドレイン。で、超技使うか。あ、使った。相手ヒートゲージ使った。やられてるけど、俺が溜まっていきます。あれ？なんか向こう今、あれ諦めた？これ試合。試合諦めたこれ。向こう。ブラックウォーターさん？ブラックウォーター！お前諦めたか試合？もしかして。お前、やっちまったか？もしかして。これで終わるのか？てか、お前、ベッキーリンチ使ってんのに、お前、86の俺に負けんのか？あ、向こう諦めた！試合を投げ捨てた途中で。おい、ブラックウォーター、投げ捨てていいのか？おい、ガチ勢なんじゃないのか、ブラックウォーター。ベッキーリンチの 3P コース使っといて、それか。俺に。86のキャラクターに、お前、負けたのか？恥を知れ、恥を。